や、久しぶりだね。もうあと少しで0時。や、0時を過ぎたら僕はこの姿を失って君たちの触れられない存在になる。答えはもう出てるかい？僕は彼の部屋で0時になるまで待っていよう。どうするか決まったら来てほしいんだ。リョウジ君。そうだ、伝えておかなきゃ。僕を殺すということへの抵抗感で選択を曲げる必要はない。前にも言ったけど、僕はどの道消える存在だ。死への抵抗感は全くない。変な同情心は無用だよ。じゃ、待ってるから。決まってるだろ。そうか、みんなの考えを聞こう。聞かれるまでもない。もちろん決まってます。腹くくれてなきゃここ来てないっすよ。私も大丈夫です。僕ももう迷いはないです。私も自分で決めました。気持ちは同じだな。じゃあ頼んだぞ。いいな。いや、この部屋でこんな風に二人で話すの何ヶ月ぶりかな。もっともあの頃はこの姿じゃなかったし、名前も違ってたね。みんなは僕を生かすつもりらしいね。勝ち目のない戦いに命を懸けようとしてる。でも今ここにいるのは君だ。もう一度言っておくよ。僕を殺せばタルタロスと影時間と、そして君たちの戦いの記憶が消える。君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせるんだ。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けてその日を迎えることになる。ニュクスは決して倒せない。戦うなんて無駄なことだ。迷っているかい？それとももう答えを見つけてるのかな。僕の言うことをうまく伝わらなかったかな。0時までまだ少しだけ時間があるね。君には見せたくなかったけど仕方ない。ご覧よ、僕は人間じゃない。僕はあくまでもこの世界に死をもたらすための存在。消すことにためらいを持つ必要なんてない。よく考えてほしい。ニュクスと対峙することが本当にみんなにとっての幸せなのかどうかを。世界にはどうにもならないことがある。君たちはそれを知らないんだ。なんて曖昧なものさ。かけたってすぐにそれが新しい現実になる。今はみんなを苦しみから救うべきじゃないかな。これは君にしかできない選択だよ。いいかい、本当にこれが最後だ。もう一度。分かったよ。残念だけど命は君たち自身のものだ。君たちの選択に従うよ。みんなのところへ戻ろう。君たちにニュクスに会う方法を教える。よ、また会ったな、リョウジ。残念だけど君たちの選択だ。当然でしょ。当然か。ニュクスを止めるのは不可能なのにね。行くだけ行くさ。全てはそこからだ。不可能と言ってるのはお前だけだしな。分かったよ。もうすぐ0時だ。時間がないから手短に話せ。これからニュクスに会う方法を教えるよ。場所はタルタロスの頂上だ。約束の日に
あの塔の頂上にたどり着けばいい。約束の日って？明日から数えてちょうど1ヶ月。2010年1月31日。タルタロスにニュクスが降りる。世界の終わる日だ。1ヶ月。タルタロスとは、闇の夜空へとうがたれた巨大な大穴。宣告者が現れることで、ニュクスは全てが整ったことを知り、そこへと降り立つ。そして、滅びは訪れる。だから滅びの塔か。とにかく頂上へたどり着けば、ニュクスと戦えるんだな。そう。でもいいかい。これから始まる日々は、君たちにとって無限の絶望との戦いになる。前にも言ったけど、ニュクスは決して倒せない。ニュクスと直に向かい合った時、それがなぜだか絶対的にわかるだろう。君たちはそこで自分が何に立ち向かおうとしていたのかを思い知ることになる。覚悟の上さ、そう何度も言わなくていい。1ヶ月後の1月31日だな。覚えておくよ。じゃあ僕は先に行くよ。君たちとはこの姿であるうちに別れたいから。涼次君。アイリス、ごめん。君にもひどく辛い思いをさせてしまった。私忘れませんから。あなたは敵であり、そして友達だったこと。アイギス、ありがとう。こんな風に会えるのはもうこれが最後だと思う。でも君たちのことはずっと見ているよ。それじゃあさよなら。良いお年を。って言うんでしょ、年の瀬はさ。じゃあね。あいつ。1ヶ月後の1月31日だ。行こう、みんなで。